真珠と一緒にガトンをぶちのめしてやれるんだから。ああ、贈り物があるんだよ。私の力、ウルボザの怒りを受け取っておくれ。きっとあんたの役に立つよ。私らのことで、あんたもお姫様も苦しんだんだろうね。こうなるしかなかったんだよ。あんたらのせいじゃない。だから、あの子に伝えておくれ。もう気に病むんじゃないよって。それから、胸を張っていいんだって。お姫様を頼んだよ。ついでに、このハイラルもね。私らはあっさりと奴にやられちまった。けど、もう負けるわけにはいかない。厄災ガノン。富話によれば、あいつももっと